皆さんやっぱろう、霊夢よ。おいっす、マリサだぜ。本日の質問はこちら。コントローラーは何を使ってますか？私はゲームキューブコンです。おそらく人生の中で最も握ってるコントローラーですね。なんならゲームキューブコンじゃないものを握ると違和感を覚えるレベルです。私はホリコンだが形はゲームキューブコンのやつだぜ。大体霊夢と同じ理由だが私は LR がトリガーでだとガードがやりにく感じちまったからそれ以降はずっとホリコンだぜ。そんなわけで久しぶりにチーム戦の動画ね。こっちとしては明らかにチームコンボなんてする気ないような組み合わせだがな。大丈夫大丈夫、マリサがいれば私は安心よ。あ、なんでじゃあ。よし、とりあえずエキストだな。いや私のストックを頭数に入れるや。その会議は、それはバトロワじゃないのよ。とりあえずテリーに関しては完了したぜ。まあ私が何かしたっていうよりかは勝手に相手が落ちていっただけなんだけど、ストックは同じでダメージはちょっと劣勢って感じかしらね。ストックはね、なぜかエキストなくなったからね。いや、ごめんって。とりあえず私が突撃するわ。カムイの後引きはいただきだぜ。とりあえず手榴弾から。え、何が起こったの？よくわからんけど横スマだけ当たってくれた。それは大丈夫。後引きかられるのはきっついな。おお、ガードとテリーどっちにもクリティカルで入った。グーマエって1回しか当たり判定ないのかと思ったが意外と普通にあるんだな。通常じゃ2回当たり判定出てほしいなんて思うことないんだけどね。いやあっぷな、空母の姿勢のおかげでなんとか助かった。ステップは許さん。いける。くぅ、微妙に引きが甘かった。とりあえずニキータで釣って。あ、無理だ、挟まれた。あれ、そこ普通にガード間に合うのか。別変されてしまった。っていうより横 B の先行入力のせいでずれたんだな。いやあ、そのパワーダンクは絶対マリサ用のやつ。相手はどっちも温まってるからそろそろバーストの頃合いかな。私はちょっと無理できないからお任せするわ。とりあえず外に投げて時間稼ぎしよう。いけた。凄まじいくらいオーバーキルだな。ファントムが先に当たってくれてよかった。って、無理無理、二人相手なんてできないわよ。そのコンボ天才すぎるだろ。グエヌをジャスがした後式にパワーダンクをねじ込んできた。さすがに偶然だろ。ジャスが前提の動きとかどんな戦術だよ。ストックは同じだけどちょっとパーセント差がきついわね。まあまあまあ頑張ってバースト拒否していけばなんとかはなるだろう。あ、崖離しちゃった。あぶねえ、今のは本当にやらかした。しつけー。マリサがサイファー中にバーストすんのマジで久しぶりに見た。テリーにも当たってねえし、バーストはするし散々だぜ。ナックルだろ。ウェディのはみ出しに GA。そこでナックルか。回避して横強。なあくっそ、今完璧な崖展開だったろうが。まあ言うなればこれがチームの醍醐味ではあるんだけど。特に何も考えてなかったけどフロルでバーストいけたわ。ストックは並んだしダメージもそんなでもないからいけるんじゃないか。もう一回フロルしてみよう。お、復帰阻止チャンス。勢いよく飛び込んだが全然見当違いだな。ビビってネイルしたけどマリサが飛んできた。マリサのダンクは読めてるわよ。おっとジャンク潰れたな。多分ジャンク潰れたことに気がつかなかったんだろうな。慣れるまで本当に見えないわよね。グージャンのエフェクト。相手が一人になりやこっちのもんだ。私は崖プレッシャーを頼んだ。霊夢一瞬すかして焦ったけど掴めた。この位置かな。もう一回ナックル。うっそー、気持ちいい。私の横で実際に言ってたセリフです。よし、それじゃあ2戦目行ってみよう。今度はマリサに代わってフランの出番だよ。ってそんなことよりマリサはどうしたの？さっきまで一緒にいたのに。大変だぁ。一大事だぁ。なんかマリサが慌てて走ってきてない？一大事とか言ってるけど何かあったのかな？大変だ、大変なんだよ。いや大変って何がそんなに大変なの？おお、フランもいたのか。そりゃもう大変だなんだぜ。大変も大変で大変が変態であ。ちなみにイモムシが蝶になるもの変態だぜ。いやパニックになりすぎよ。一旦落ち着いてって。いいか、驚くんじゃないぞ。なんとこの度。チャンネル登録者さんが1000人突破したぞ。まさかこんなに登録者さんが増えてたなんて。ていうかこんなに間違った購入してこんなにめでたいことはないよ。もう見ろ好き勝手話してて終始続かないから。とりあえずウプ主を呼んでこよう。というわけで呼び出されましたウプ主です。なんやかんやで動画に出るのは久しぶりなんじゃない？いや、毎回のオープニングのナレーションとか試合中に左上で解説してたりしてるじゃん。なんならエンディングで顔出しすらしてるのに。いやお前こんな枝豆星人で顔出しとか言ってんじゃねえ。枝豆星人とは失礼な。これ作るのにめちゃ時間かかったんだぞ。でそんなことどうでもいいわよ。とにかく登録者さんが1000人迎えたのよ。あ、そうだった、そのために呼び出したんだった。ちなみに今からめたい話をガンガンして全然面白くないと思うからご視聴の際は注意してね。あ、でもこの試合が終わるので次の試合から語っていきます。
というわけで3戦目を背景に好き勝手語っていこうと思います。さっき霊夢も言ってましたが、かなり面白くない上にただでさえ低い私のイメージが地に落ちるようなことも言うかもしれないので、ご理解いただける方のみご視聴いただけると幸いです。さて、この度鮮明を迎えましてできることが増えました。まず一つ目はコミュニティ投稿と言われるものができるようになります。いや何それって思う方もいると思いますが、たまに様子で上に Twitter のような投稿を見かけることがあると思いますが、それです。今では Twitter メインで連絡とかはしているので、この機能を使うかどうかはわかりませんが、ボットで出ても不思議に思わないようにだけお伝えしておきます。それと二つ目、こっちの方が重要というか、かなり嫌な話かもしれません。それは広告収入についてです。嬉しいこと2000人を迎え、無事に収益化の条件を飲むことができました。そして今収益化の申請をしているところでございます。もし申請が通ればそれ以降広告付きの動画になると思いますので、そのあたりもご理解いただけると幸いです。ただ最近ゆっくり実況の広告を外されるということがたくさん起きているので、もしかしたら審査が通らない可能性もあります。ここで一つ誤解がないようにお話しさせていただきますが、私は両つべの収入で生活していこうとかそういうつもりは一切ありません。前から言っていますが、動画投稿自体は趣味であって仕事ではないので、それで生きていこうとは思いません。ただこの程度のクオリティの動画ですが、一応時間をかけて作っているので収益が得られるのであれば欲しいというのが本音です。そもそも大した金額にならないという噂も聞いていますので、電気代のちょっと足しにするくらいにしかならないとも思っています。審査の結果どうだったのか、結局広告はつけるのかに関しては後で Twitter か何かでお知らせしたいと思います。お金が絡んでくるので嫌な話かと思いますが、今まで応援してくれていた視聴者さんだからこそちゃんと伝える必要があるなと思ったのでお話しさせていただきました。それじゃあ次はまた話の内容を変えまして、知っている人も多いと思いますが、このチャンネルは中の人が2人いてプレイ担当も分かれております。デフォルトは料理プレイをくれる人というイメージの方もいるとは思いますが、ちゃんと動画投稿に関する管理なども行っている立派なチャンネルメンバーなので、よろしくお願いします。またこのチャンネル名にはデフォルトという名前は入れないでほしいと本人から依頼を受けているので、これからもマメイダチャンネルということでやっていきたいと思います。かなり前に言ってましたが、デフォルトのプレイの方が凄まじいのに、なんでゼルダの方が圧倒的に視聴回数が多いのかなと疑問に思うことがありましたが、最近は視聴回数もどっこいどっこいになってきたので、デフォルトはもちろんのこと、私自身も自分のことのように嬉しく思っております。これからも2人でやってまいりますので、よろしくお願いいたします。またそれに伴って動画の視聴回数について、私はチャンネルを開設して以来、チャンネル登録者数イコール視聴回数を目標にやっております。スマブラ以外の動画に関してはそうでもないですが、スマブラに関してはおおむね達成できております。これはチャンネルの登録者の人数がまがいものではなく、本当にそれだけの人数の方が見てくれているんだなぁと改めて実感することができております。とは言っても別にスマブラ以外の動画も見ろと強要しているわけではないので、よかったら見てくださいとだけ。というわけで鮮明突破記念動画でした。ここまで見てくれた人っているのか、うぷ主が猛烈に語ってただけだが、そんなこんなで改めましてありがとうございます。これからもいつも通り頑張ってまいりますので、これからも良ければ応援してくれると幸いでございます。それではまた別の動画でもお会いしましょう。